今回の予算案で重点を置かれた一つが、新型コロナウイルスの影響で生活に苦しむ人への支援です。このうち支援事業として新たに520万円が計上されたフードバンク、その期待を取材しました。三条市にあるフードバンク新潟健王センター、食品を受け取りに来たのは6人の子を持つ燕市の女性です。全部買おうとするとすごくお金がかかるのに、すごく助かります。経済的に苦しむ人たちに食料品などを提供するフードバンク、去年4月、県全体の活動を取りまとめる連絡協議会が発足すると、登録者数は1年弱でおよそ3500人となりました。雇い止めとか、仕事を減らされたり、で実際にお給料がすごく減った、フードバンクのニーズが高まってきたというのを去年はすごく感じておりまして。こちらのフードバンクではあまりに利用者数が多く食品の置き場がないということで、こちらの家を新たに去年借りたということです。食品の置き場が足りなくなるほど高まるニーズ、県フードバンク連絡協議会は県からの補助を各事業所の冷蔵設備などに充てたい考えです。こういった事業があるというのをまた知っていただくことで、今まだ本当に届いていない一人親家庭の方も大勢いらっしゃいます。その手をちゃんと掴むことができるようにしていきたいなというふうにして思ってます。